はい、えっちゃんねるのえっちゃんです。流行語大賞ですね、決まりましたね。ワンチームが、流行語大賞ということでね、まあラグビーですね、皆さんも知ってる通り、まあラグビーのですね、日本代表のスローガンですね、これワンチームっていうことで、まあ選出されたというところです。まあこちらのねやつはかなりね、濃厚に噂になってましたので、結構ね自分的にはワンチーム、まあ、来そうな気がしたなとは思いましたが、まあ本当にねまさか来るとは思いませんでした。まあかなりね自分はね正直あんまりスポーツはね見ない方なんですけど、まあ、ラグビー見た時は結構あすごいな、面白いスポーツなんだなって思いました。まあ嫁とねちょっと見てたんですけど、結構ねがっつりねこう体を当ててね、もうこれ事故じゃないかっていうぐらいのね、感じのスポーツなのかなと思いましたよね。まあやっぱり調べてみるとね結構ねまあ脊髄をやってしまったりとか、そういう人も、いるみたいなので、まあ、そこがね、怖いスポーツでもあるんですが、まあこの中でもですね、まあ日本の代表っていうのは、まあ要はワンチーム、もうこれね、あのね、家族に、家族と同じような感覚で、皆さん、チームを組んでるみたいです。チームを組んでるっていうのかな。まあ要は家族よりも、長い時間をチームで過ごしたみたいですね。まあ、強化合宿っていうのがあって、ワールドカップ前っていうのは、もう1年間で約240日を及ぶ強化合宿を行ってきてるみたいなんですね。なので、合宿ですね。まあ、止まってますよね。なので、240日は、1年365日ある中で240日も、共にね、過ごしてるんですよ。あの、男の人たちが。ちょ、笑っちゃいけないんですけど、そうね、もう家族ですからね。だからね。あ、すいません。で、まあそういった形でね、まあ240日もね、一緒にはそれチームワークも出てきたりするものですよね。まあ中にはちょっと決別しちゃうこともあるのかもしれないですけど、まあすごくまあ仲のいい、チームみたいです。まあ、あとはね、そのセレクションから落ちた選手もいたりはするんですよね。まあ、そこで、まあ、代表に選ばれても、まあ、ジャージに袖をね、通すことができなかった人もいるし、まあ、ひたすらそのね、ウォーターボーイって、僕調べた時に、ね、知らなかったんですけど、ウォーターボーイっていう、まあ、水係ですよね。お水を多分あげる係だと思うんですけど、それに徹した、まあ、選手もいたみたいです。なんですけど、まあ、誰一人文句を言わなかったっていうところが、まあ、一つのチームの結束としてそういう風になったのかなっていうところですよね。はい、じゃあですね、ワンチームってどういった意味合いなのかっていうことなんですけど、実際にはですね、様々な国のね、外国出身の選手がね、実は日本のチームには多かったんですよね。なので、まあ結構ね、日本人から見るに関して、これって日本のチームなの?みたいな感じで思う人っていうのは結構いたんですよ。なので、おそらくですよ。おそらくですけど、主なその選手を交えて、このスローガンを考案したんだと思います。まあ実際、ワンチームってどういった意味合いなのかっていうと、外国人だったりとか、若い選手だったり、あとはベテランもいるけど、まあ一つになって戦いたいと。で、チームのために全員で戦うことをっていうことで、そういった意味合いで考案した、と説明はしてるみたいです。なので、まあ、一応ですね、ワンチームっていうのはそういった意味合いで、まあ様々外国の人たちがいて、若い選手、ベテランもいて、まあそれが一つになって今ができたんだよ。それを全員で戦って今の結果ができたんだよ。ほら、君たちどうだいっていう形で日本に、つなげるメッセージでもあると思うんですよ。まあこれはね、非常にいい言葉だと思います。まあ自分的にもね、やっぱワンチーム、まあある意味、YouTube はワンチームでやってますけど、まあちょっと、そのワンチームをですね、頑張って、登録者数をですね登録者数をですね、ちょっと1000人にしたいなと思いまして、自分もワンチームで頑張ろうかなって思いました。はい、ということでですね、今日はワンチーム
流行語大賞ですね、選ばれたことに非常にですね、自分的にはすごく嬉しく感じます。それではまたですね、動画の方をですね、作りましたら、またアップさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。いやー、流行語大賞ワンチームでよかった。もうね、タピルだったらどうやって説明しようかわからなかったわ、これ。